はい、おはようございます。なぎです。今日はちょっといつもと違うやり方で、カラオケやってます。さっきも言いましたけども、向こうの方にテレビの大画面を見ながら、その前の大きなスピーカーを鳴らしながら、まあ、普通のほんまにカラオケと同じ形で、普通と同じカラオケでやってます。最近めんどくさいんで、この辺にちっちゃい機械を立てて、それをちょっとこう横で流しながら、こうマイクに歌、マイクというか、いや iPhone に歌ってる感じなんやけどね。まあ今日はちょっと思考を変えて、元に一番最初期の、一番最初の元太の歌い方に戻りましたからね。もう一曲それで、ゆうちゃんで赤いハンカチをいきます。こっちの方が音響がいいという声がちょっとありましたので、まあ原点もいいかなと思って今日はやってます。いきます、赤いハンカチ。アカシアの花の下で、あの子がそっとまぶたを拭いた赤いハンカチよ。恨みに濡れた目頭に、それでも涙はこぼれて落ちた。北国の春も行く日、俺たちだけがそんもり見てた遠い雪雲よ。死ぬ気になれば二人とも霞の彼方に行かれたもの。アカシアの花も散って、あの子はどこか面影に酔う赤いハンカチよ。背広の胸に、この俺の心に残るよ切ない影が。ゆうちゃんで赤いハンカチ。いいですね。やっぱり音響がいい方がいいかなと、いろいろ考えます。皆さんどうですか？僕のまだ友達の方も友達でない方も、チャンネル登録ボタンこの辺にあるので押してください。そしてぜひぜひ友達になってください。きっとあなたにいいことがあると思います。 See you. See you again. See you soon. なぎでした。